どうも、ペコリーノの植木おでんでちゅ。ん、今日はね、まさか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 の超絶可愛い女の子が来るみたいなんですよね。ベッドまで連れ込めるか検証してみたいと思います。ということで本日も行きましょう。レッツ宅飲み。でもまさかすずちゃん家に来てくれると思わなかった。あ、ルイです。すずちゃんマジで可愛いわあ、ルイなんです。なんか CM のなんかやってもらってもいいCM のなんか私がいつもやってる、うん、ネタでやってるやつっていうか、その CM 出た時にやってる決め台詞みたいなのあるじゃん。決め台詞ありますね、うん、あれをやってほしい。はい、じゃあいきます、うんうん、恋するレオパレス可愛い本物じゃん。いやいや、本物じゃないんですよ。え？え？ちょっと耳元で聞いてもいい？いきます。返してるレオパレス。かわいい。近い。すずちゃんさ、肩マッサージしてくんない？マッサージ。うん。やっぱ肩凝っちゃってるからさ、ちょっと。マッサージ。そう。肩揉んでもらおうと思って、今日来てもらって。あ、そうなんですか、うん、この格好で。うん、いいな、やっぱ気持ちいい。肩硬いでしょ。肩硬いです。カチカチでしょカチカチ。うん、いっぱい触ってね手疲れない？でも全然大丈夫です。なんか俺マッサージ機あるから使えないよ。あ、マッサージ機。うん、マッサージ機。あ、マッサージ機。うん、おお気持ちいい。ああ、そうそう、ここ頭もね気持ちいいの意外と。ああ、気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。一個キープで。うん。ああダメ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 だよ。すずちゃん。じゃあこんなダメでしょ、こんな気持ちいい。寝てようか。いや、いいです。大丈夫？大丈夫、大丈夫。制服いいなぁリボンすごくない？なんかリボン、うん、これ何？高そうだね。いや、全然、うん、そんなに。え、こん中何入ってるの？え、こん中は、うん、こん中はまあ見えてもいいズボンも入ってます。ちょっと待って、ちょっと待って、すずちゃん。はい、ちょっと待って。いいです。はいなんか鈴みたいなチャックでそれ多分。え、鈴じゃない。鈴ちゃんなんか鈴みたいのついてるよチャックです。いや、マジで制服いいよね、やっぱね。制服すげえ。これ中はでも見ても大丈夫なのね、一応。ショパンは一応入ってる。ちょっと開いて、足見えて、もうちょっと。いやいや、普通に見えるように。いや、うん、見えて、もうちょっと。どうした？どうした？ごめんごめん、何？泣いてる？いや、なんか。え、ごめんごめん、何？なんか先輩に呼び出されたから来たけど、うん、なんかこんなことされると思ってなくて。うん、あ、ごめんごめんごめん。そうだよね。もう、うん、ちょっと吉本に言おうかなって。え、ちょっと待って待って、そんな、ごめんごめんごめん。いや、違う違う、別にその、いやいや、ごめんごめん、嫌だったんだよね。うん、先輩だから。そうかそうかそうか、ごめんごめん、いや、ごめんごめん、いや、ごめん、そんな、そうか、そう、結構嫌だった、やっぱ。ごめんごめんごめん。え、そっか、そうだよね、ごめん。もうすずちゃんだってこう高まっちゃったけど、ごめん、やっぱ普通に嫌だったよね。言う？吉本に。え、じゃあそれはやめない？それはやめれない？ごめんごめんごめん、帰る？今日ごめんね、ごめんね、そんなに嫌だった？ごめんね。吉本に言うのやめない？吉本に言う？これ、おう。一応本日から謹慎ということになってしまったんですけれども、もしチャンスがあるならまたこのベッドインの検証をやりたいなと
そう思います。この動画を見てくださった皆さん、チャンネル登録をお願いいたします。